レイク軍は、アメリカ合衆国のサウスダコタ州にある軍。2000年時点の人口は1万1276人で、軍庁所在地はマディソン。アメリカ合衆国国政調査局によると、この軍は総面積1489平方キロメートルである。このうち1459平方キロメートルが陸地で、31平方キロメートルが川や湖などの水地域である。 総面積のうちの2.06%が水地域となっている。この軍は下記の16軍区からなる。2000年国勢調査時の軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、霊区軍には11,276人、4,372世帯、及び2,828 28家族が暮らしている。人口密度は8、平方キロメートルで4、 平方キロメートルの平均的な密度に5282件の住居が建っている。この軍の人種の構成は白人97.76%、黒人0.20%、先住民0.66%、アジア系0.54%、太平洋諸島系0.01%、その他の人種0.33%、及び本欠0.51%で、 0.79%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。レーク郡に住む4372世帯のうち29.80%は18歳未満の子供と暮らしており、55.90%は夫婦で生活している。5.90%は未婚の女性が接待種であり、35.30%は家族以外の住人と同居している。 29.20%は独居で、全世帯の13.30%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.41人であり、家庭の場合は3.00人である。軍の住民は23.70%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が15.00%、25歳。 以上44歳以下が23.40%、45歳以上64歳以下が21.40%、よび65歳以上が16.30%となっている。平均年齢は36歳である。女性100人に対して男性は99.80に見て、18歳以上の女性100人に対しては男性は99.50にいる。 軍の世帯ごとの平均収入は34,087ベ米ドルで、家族ごとでは43,750ベードルである。男性の28,994ベードルに、対して女性は21,084ベ米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は16,446ベードルである。総人口の9.70%、 家族の5.40%は貧困性以下である。18歳未満の子供の8.60%及び65歳以上の8.60%は貧困性以下の生活を送っている。ありがとうございます。